チラシ。天使部大佐のおの手のモーガンを倒したのをはじめとし、その勢いはとどまるところを知りま、道家のバギー1500万、海賊艦隊提督ドンクリーク1700万、魚人海賊団ノコギリのアロン2000万、初頭の手配から3000万ベリーは世界的にも異例の破格ですが、見てくださいこれを。ウソップさん、その後ろ姿はウソップさんに間違いないわ。ウソップさんも夢に向かって歩き出しているのね。私も医者になってみんなを助けるっていう夢に歩き出しているわ。私の夢とウソップさんの夢、いつかどこかで一つになる日がきっと来るわ。ついに、ついに、ついにルフィさん、夢に足を踏み入れたんですね。でも、今度会う時は敵同士かもしれません。これはイーストブルーでのんびりやってる場合じゃないわね。3000万ベリー、この額ならきっと本部も動くし、強い賞金稼ぎどもも放ってはおかない。誰ぞ。この顔どこかで見たことあるぞ。感謝します。神はこの退屈な地獄から這い上がるチャンスを作りたもうた。あんな小僧簡単に捕まえられる。あいつは震えて眠れ。面白い海賊を見つけたのだが、ふとお前が昔していた話を思い出した。ある小さな村の面白いガキの話。うそか。来たかルフィ。そうとなれば鷹の目。このまま返すわけにはいかねえ。さあ飲め飲め飲め。ああ今日は宴会だ。貴様二日酔いじゃ。気にするな、祝い酒だ。おいルフィがお尋ね者になったぞ。ああやるなあいつめ。村から悪党が出て何が嬉しいんじゃ。どいつもこいつも。でもあの子の夢だもの。夢か、定めか。どうしましょう、イガロンさん。すぐに彼らに伝えねば。ああ、もちろんだ。しかし、これは大変なことになってきた。ロロノア・ゾロ、懸賞金6000万ベリー。モンキー・ディ・ルフィ、懸賞金1億ベリー。なあ、イガラム、そんなに慌てて。ルフィ君たちはどこへ。海よ。海賊だもん。なんと。それを知っても彼らは喜ぶだけで何も変わらない。なんたってうちの船長は懸賞金5500万ベリーの大型ルーキーだ。大変、昼間この店にいた奴らはすぐ。ベラミー、あんたまだここにいたのか。すぐ逃げた方がいいぜ。あんたが一番危ねえ。嘘だろ、やべえ。えれえやつを笑っちまった俺たち。おい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 、バカどもが。そんな髪切れに怯えやがって。てめえらの目は不思議なかよ。どこだ。
ご指名とは。おい、今お前の噂をしていたとこさ。てめえの1億の首をもらいに来た。観念しろや。俺の首？1億ってなんだ？おめえの首には1億ベリーの賞金がかかってんだよ。海賊狩りのゾロ、てめえには6000万だ。ゾロ、おめえが賞金首になってんぞ。なに？おい待て、俺は俺のもあるだろ。あね、よく見ろよ。1億聞いたか、俺1億だ。6000万か、不満だぜ。喜ぶな、そこ。あんた、とんでもねえ額ついてるぜ、麦わさん。俺もか、おやった。私も、おやった。麦わらのルフィ、懸賞金3億ベリー。なっは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 。両足の惨事、写真入手失敗、懸賞金7700万ベリー。送迎キングにもついてるぞ。懸賞金4400万ベリー。大変だワイナ、兄貴が賞金組に。この黒足という男、なぜ写真がない？レンズのキャップ外したのか。これ見てくれ兄貴。手配書、やっぱ出やがったか。もう俺たちといたってダメです。手配書をご覧になりましたか、麦わらたちが。誰に話しかけてんだ。ごめんなさい。エニエスロビーの一件で世界中の海賊たちが麦わらの一味に一目置き始めてる。この俺の誇りにかけて奴ら新世界で叩き潰す。この手配書もな。残機最高。宴だ、今日は宴だ。東一番の出世頭、3億の首、我らがルフィ。やかましいわよお前ら。楽しそう、こんなに可愛いペットまで連れて。この子たちがルフィのお友達なのね。お友達という面か、こやつらが。全世界を敵に回すような凶悪犯が村から出たんじゃぞ。親子三代どうかしとるわい。ダダンはこれを知っとるのか。狙撃の王様、ほんとね、間違いない、ウソップさんだわ。村のみんな信じないんだよ。この仮面かっこいいな、粘土で作ろうぜ。って医者の勉強続けるわ。私も早く一人前になって、ウソップさんが傷ついて帰ってきても全部直してあげられるようになってなきゃ。アヤさんを不幸にしたら殴ろうぜ。うん。先生先生、海賊狩りのゾロがこの道場にいたって本当？ええ、本当です。でも憧れてはダメですよ。司法の島の事件には驚いたけど、ゾロ君、君に迷いはないように思う。たとえ何者になろうと、君の剣道を大切にしていればそれでいいです。大体こんなみだらな手配書が全世界に配られてたまるか。でもその写真自体は気に入ってんでしょ、そんなに引き伸ばして。いいじゃない、だってあいつらがゲンさんとのや…もしお前らがナミの笑顔を奪うようなことがあったら、私がお前を殺しに行くぞ。ちゃんと守ってる証拠でしょ。おやおや、麦わらの小僧たちだね。ん？チョッパ。ガクは何かの不転やかと思いますが。顔が見れたら何だっていいさね。そうかい、何よりの頼りだよ。ニコロビ、なぜミスオールサンデーがルフィ君たちの一味にいるのだ。ビビ様のお耳に入れたらさぞ悲しまれることだろう。ああ、その話知ってるけど、別になんとルフィさんの頭の中は近くにいたってわからないのよ。思うままに生きろルフィ。時代は時として、あらゆる偶然と四季を帯び世界に問いかける。我らがいずれ出会う日も来るだろう。懸賞金4億ベリー、麦わらのルフィ。お前たちの首は地上の人間たちへの見せしめにちょうどいい。おい、俺の懸賞金4億だっていつ上がったんだ。それどころじゃないでしょ。おいルフィ、
どうやら俺たち懸賞金上がってんぞ。本当か？あれま、ご存知願ったですか？さあどうぞご覧くださいだべ。やったおい、酒あるか？1億3000万ベリー上がってる。おお、一声素顔でどえらい額出た。狙われる。1億7700万ベリー。あ、サンジの手配書が似顔絵じゃなくなった。つまらねえ。前の方が笑えた。6600万ベリー。こいつはまたいつ取られたんだ。100ベリー。かける言葉が見つからねえ。8300万ベリーって、ライブのポスターじゃねえか。あーお、ん、生け捕りのみ。サンジのことだ。女のことで恨みでも買って直接攻撃したいってやつがいるんじゃねえのか。ちげえね。どうしたんですか？あのバカタレがまた新聞に出とるんじゃ。ほれ見てみ、大事件じゃ。ルフィ、あ、ルフィのドアップ。ジンベのことは、あの後のこと乗ってねえか。あ、手配書。ん、俺の懸賞金3億3000万ベリー。いやー、見たかクソマリモ。またそんな数字で。あ、インスモーク3時になってる。懸賞金の金額も、あっちからもっと悲しいオーラが。まだ始まらぬ会議よりも何十年も揺らぐことのなかった四皇ビッグマムに牙を剥いた若き海賊。新聞にはこうあった。動力な7つの海賊団を傘下につけ、5000人を超える子分を持つエースに続き、革命軍のナンバー2サボと悪の軍団ジェルマ W6、 計算され尽くした作戦で女王の城を破壊した頭脳。この一件はもはや麦わらのルフィの勝利である。5番目の海の皇帝現る。何が5番目の皇帝じゃ。俺、懸賞金下がってた。ほら、1億5000万。これねえ、読んだ？ルーシーの記事。ルフィランドすごいですね。さすが我らが親分なのです。彼は我らにとって大恩人でも、世界政府や海軍にとっては違うからな。ルシーの記事見た？ええ。なんだ。ルフィさん。え、読む？コビーさん。5番目の海の皇帝、かっこいいな。ルフィさんはやっぱりどんどん先へ行く。あなたが記事になるたび、僕はあの日のことを、海賊王に、海賊王っていうのはこの世の全てを手に入れた者の称号ですよ。ありがとうございました。ルーシー好き？カビー君、ルフィランド好きなんでしょ？いえ、敵です。俺の大切なスマイルの取引を邪魔したこいつがなぜあのババアのところにいたんだ。勝者だと？はあ、俺がいつ誰に負けた？覚えてろ、麦わら。皇帝、まだおめえに早いだろ。もうすぐ会えそうだな、ルフィ。と待ってください。あなたの懸賞金額。15億ベリーですよ。ギャラー。懸賞金こんなに上がってる。ルフィ、麦わらボーイ、大した男。さすがバナータの血筋。サンジボーイはジェルマ W6 の王子だったのに。麦わらの一味、楽しみ。
ルフィ君の新聞見てニヤニヤし続けたら顔がつったんですよね。バカなの。5番目の海の皇帝だって、すごいね。2年前のエース公開処刑、あの日麦わらが空から降ってきた瞬間から時代が大きく動き出した。散々引っかき回してくれたな、あんたのお孫さんじゃないですか。まさかあの麦わらがここまで大きくなるとは、まだまだじゃ。まったく困ったもんですよ、あんたのお孫さんの懸賞金も。まだまだ鬼歳じゃ。ある海賊について話が。